な女性だった。この一期一会の出会いをくれたこの女に僕は一期で名付けた。それでは瑞希ちゃん、判定お願いします。大人っぽくて素敵。おおおお、すごい。なんかいきなりなんかちょっとなんかいい話すぎて眠くなりましたもん。ちょっと眠くなっちゃいました。どんどんお話が抜けちゃって。入ってこなかった。なんか最後のイチゴだけ巡りまして。いいね。猫がね、逃げ出してさ、ファーストビジョンがさ、いきなり猫抱いてる瑞希ちゃんっていうのがこの人のこだわりなのよ。最強だね。猫が好きな方なんですかね。違う、瑞希が好きなの。絶対的に瑞希が好きなの。可愛い猫抱いてっからより好きなの。そうだ、可愛いかける可愛いイコール可愛いなの。ああ、難しい。難しいなぁ。だいぶ簡単。これね、こっから男たちだけが楽しい。男たちの妄想を聞かされるからね。確かに。気をつけて、キャッチャー気をつけて。なるほど、その人ちの猫なんでしょうね。そうだよ。猫なんか見てないから、その前にもう社員証ずっと見てた。怖い怖い怖い。猫の先にある社員証。でもその社員証を見る目が本当に猫の目みたいな。怖いよ。縦になったらね、黒目が縦になったらギュッギュッギュッと集中させてくる。猫目になってましたね。あ、いいね。京都府紅生姜ミルク17歳の出会い方です。夜風が涼しい夏の夜、僕は一人湖のほとりで花火大会を見ていた。クライマックスに差し掛かろうとした時、隣で見ていた女性が慣れない浴衣で転びそうになり、すかさず手を伸ばす。大丈夫ですか？僕が声をかけたその瞬間、最後の花火が彼女の顔を照らす。まるで心を見透かされたようなその大きい瞳。僕はその瞳に吸い込まれるような感覚に陥った。これが僕と瑞希の出会いである。それでは瑞希ちゃん、判定をどうぞ。なんか定番だけど、いい。よかったですか？うん、いいです。花火大会、そうですね、ちょっと季節感は若干全然違いますね。まだ夏終わってないですね。そうですね、まだ夏ですけど、はい、でもその映画の中で演じてる役が瞳っていう役なんですよ。それにかけてくださってるんですかね。あ、なるほどね。瞳フィーチャーできたかもしれないと。嬉しかったです。だからこれが僕と瑞希の出会いであるっていう結びにしてるんでね。だから俺ね、その何、僕は一人湖のほとりで花火大会見てきた。気になったよね。怖くないですか？そのやつ。危ない人ですよね。そうだよね。湖の一人行かねえ。友達か家族と見ててほしいよ。確かに。せめて恋人がいないにしてもさ。しかも海沿いとかじゃなくて湖なんですね。そうなの。湖行かないな。僕は今年も。私もそこに一人で行っちゃったってことですね。っていうことなんだよね。二人同士っていう、そうですね、ちょっと訳ありなんだね。さあ、ほら、奇妙なんでしたね。実は、さあ続いていきましょう。愛知県スターフィールドさん、16歳からいただきました。僕にはクラスメイトに好きな女の子がいて、その子はフラミンゴが好きで、ジャスティスとかなんとか言ってみんなを笑わせる元気な子だった。その子を僕がチラチラ見ているんですが、毎日何回かその子との目が合う。そんなある日、僕は体育の授業で倒れてしまう。起きた時には保健室で寝込んでいた。誰かここまで運んでくれたんだ、感謝しないとと思い、保健室の先生に誰が運んでくれたのか聞いてみると、ああ、その子だったら顔を赤く染めて恥ずかしそうに教室に戻ったよ。僕は急いで教室に戻ろうと立ち上がろうとした瞬間、何かがポトッと落ちた。僕はそれを拾い上げた瞬間、一瞬で誰のものか、そう、それはフラミンゴが刺繍された。僕を保健室に運んでくれた。
ちゃった水木、ごめん失礼です。僕を芸術で運んでくれたのは君だったんだね、水木っていう最後のセリフ。一回笑っちゃいけないこのコーナー。笑うんじゃねえぞ。だってさ、スターフィールド16歳が宿題も飯を食うことも一切の方で気にして、1週間かけて帰ったこの渾身のメール女子にさ、よくも笑ってくれたな。おい、倒れた時点で俺ちょっと崩れてきちゃったんですよ。体育の授業で倒れたんですよ。今この格好いいのヒロハン、ヒントですか。誰がこんなの水木つるよ。確かに水木つるよ。笑かせようとしてんだろ、さ。完璧。なんだプライドの話。ごめんなさい、でもそれ以外一切なしにしてフラットに見てください。それでは水木ちゃん、判定をお願いします。私、そんな怪力じゃないです。ちょっと残念残念。いや、笑ったからだぞ。いや、でもさ、おかしい。おかしいですね。変えたんじゃなくて、なんか会社に会社に会社にそんな持ってないから。会社にそこら辺にあった会社に会社に乗せた。ダメだよ。逆じゃないと助けてあげない。フラミンゴ好きな。フラミンゴ大好きです。あ、そっか、前もなんか言ってたけど。あ、そうですそうです。刺繍が、いやー、そんなうまく落ちますかね。笑かすんじゃないよ。笑かしてね、もうマジで真剣に書いたんだからな。ふざけてこんな文字の量打ち込めねえんだよ。どんどんもちろんネタ投稿じゃないです。ネタ投稿じゃない。すみません、スタミンで今もうラジオまで高級してるから、全然ゲームの中でいいじゃない。ごめんなさい、ごめんね。ごめんね。僕と水木の出会いはペットショップ。水木さんを一人で歩いてるのは、ガラスの人々を覚えてる。何言ってんだ、すごい想像力。